続いてはユニークな豆腐のごちそうはいかがですか。師走のグルメ特選、浜松市中区遠州鉄道上島駅前にある割烹桂川。今年で30周年を迎えた和食割烹のお店です。開店当初は、21年間、豆腐料理の桂川でやってまいりましたけれども、この店舗になりましてから、まあ、和食にプラス豆腐料理を混ぜた料理店として営業しております。この時期人気のメニューは湯葉しゃぶです。京都の方から、しっかりした丈夫な湯葉を取り寄せて、国産大豆の豆乳その中に入れまして、湯葉は、豆乳と絡めるとつるっとした喉越し、味は濃厚ですね。カットした湯葉が 7,8 枚温かい豆乳に使っています。ポン酢や薬味をお好みで、はんなり和む一品です。続いてエビを使った豆腐料理をご紹介。有頭エビを芯にしまして練った豆腐を巻きつけ、そこに多少塩コショウで、ね、味付けをして、あとあの乾燥湯葉ってあるんですけども、その刻み乾燥湯葉をまぶして厳選した大豆の油で揚げていきます。低温で揚げてしまうとどうしてもあの豆腐なんで油を吸いすぎてしまうんで、できるだけ高温でさっと揚げるようにしております。見た目はまさにエビフライのような湯葉フライ。中身はあの豆腐なんでね、やっぱり柔らかいです。表面はね、本当にフライのようにパリパリとしておりますので、中のエビはしっとり、旨味を逃さず閉じ込めていますよ。パッと見は本当にたこ焼きですね。で、道頓堀揚げっていうのはたまたまあの関西から来たお客さんが命名してくれた名前です。まさに見た目はたこ焼きそのもの。その作り方を拝見。たこを、練った豆腐で巻きつけて、丸く練り上げ、あとはね、刻み生姜とか、海苔をまぶして、で油で揚げ、あとはまあソース、まあ、もしくは、醤油でいただいております。1個が食べ応えのあるボリューム。練り豆腐の味付けは優しくヘルシーな一品です。お一人様サイズの鍋物もあります。豆乳鍋が評判です。自家製のちょっと出汁があるものですからね、それを混ぜて、あとはこうニンニクとかバターとか、ちょっとこってり感を出した豆乳鍋となっております。豆乳は具材のタラバガニや牡蠣などと相性抜群。具沢山の優しい鍋に仕上がっています。道頓堀揚げはテイクアウトとしても評判です。ユニークな湯葉や豆腐メニューが味わえるお店、割烹桂川です。